指示を頼む。 相手は選ぶことだ。まあ、今更の忠告だ。君の方は大丈夫か？ お待ちしておりました。そんなに汗だくになって痩せ細った犬のように荒々しく、心が震えます。それほどまでに私を求めてくださったのですね。 いつまで越に入っている、キアラ。望み通りバカどもがやってきたのだ。 早々に用事を済ませてやれ。もう本当に風情のないのですね、あなたは。でも確かに見返りはこれで十分。大変満足いたしました。あなたのいたわりと気遣いだけで大いの底が湧き立っているのが見えまして。 私を信頼する必要はありません。善悪は計りがたく、因果もまたしかり。事の良し悪しは人々の心が決めるもの。
藩の目なき者に誠の信頼は築けませぬね。私はあなたを信頼したいと思います。真言立川栄天流秘技万色幽体、どうぞお受け取りを。あなたなら無事使いこなせるでしょう。どういうつもりだ。駆け引きもなし、対価もなし。最初それは何と申しましょうか。私も長い禁欲生活で退屈していましたので。迷宮でエゴに追われていましたでしょう。あれが羨ましくて。私も獣のようなあなたに一度追われてみたかったのです。だから言ったろう、こいつはこういう自分の快楽だけを追求するゴミためのような女なのだと。もうゴミためで悪かったですわね、ミスタードランカ。そんなに女は起きない。当然だとも。女というやつは重くやかましく無駄飯ぐらいでかいだけの肉塊だ。おお、人生の枷、その最たる鳥かごよ。だから俺は提唱するのだ。我が同胞男性諸君、恋をするのなら可憐な少女だけにとどめておけ。さすがに初恋の少女に告白できず、恋文を生涯懐に隠し続けた方の発言は一味違いますわね。ん？相手によるに決まってるだろう。俺は自分の好みにはうるさいぞ。恋に関しては妥協しなかったからな。よかった。それでは私は愛外ですね。あいにくあなた好みの清楚で可憐な少女時代なんてありませんでしたので。やれやれ、とんだ茶番だ。必要なものは手に入れたんだ。一刻も早く生徒会室に。拙者員な、メルトリリス。理由がないからと安心していた。これだから人間は甘いのよ。あなたたちにはかなわないから従います。あなた BB にそう言ったらしいわね。賢明な判断だけど、ただそれだけ。連続しておけば殺されない。尻尾を振れば見逃してもらえる。バカじゃないの。虫けらを潰すのに理由はいらないわ。あなたたち人間はただいるだけで目障りなんだから。私は BB やリップとは違うわ。私は妥協のない快楽の具現。月を汚すすべてを私が殺す。あなたのような毒はいらない。さあこれでおしまいよ。
れね、殺生院キアラ。それとアンデルセン、あなた何か遺言はある？未練がましい遺言なんぞこの俺が残すものかよ。このまま消えていくだけだ。だが呪いは残すぞ、メルトリリス。哀れな少女、報われぬプリマドンナ。お前の愛が果たされる日は永遠にない。あなた、子供のくせに何様のつもり？作者様のつもりだ、バカめ。すべてを肯定するお前の愛は、求愛者の否定によって幕を閉じる。なぜなら、真にお前を愛する者が現れたのなら、そいつはお前の愛を許さない。共に生きることを望むから伴侶という。恋人はお前を愛するがゆえにお前の献身を認めない。そんなものに付き合わされる奴も迷惑だ、しょんべん臭いガキめ。一人きりの陶酔なんぞベッドの中でむさぼっていろ。これは魔法の裁縫だ。知恵なき者には宝石も、知恵ある者には無価値に移る。消えた？余計な真似を、アンデルセン。最後まで見届けられないのは拍子抜けだが、俺もそろそろ退場と相なろうか。お嬢さん、そしてそのサーバント、あとはお前たちの仕事だ。小市民らしく懸命に当たり前の幸福を守るがいい。言われるまでもない。後の始末は任せてもらおう。